かした顔してるな。通らせてもらうよ。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。まで行かれますか。それでは出発いたします。よう、何か進展あったか。京霊会の村瀬と話してきたよ。 KJ アートって会社が連中のアジトだった。それでよく無事だったな。お前大丈夫だったのか。俺は自分の仕事をしてきただけですから。新谷先生、12月3日夜12時頃、村瀬によればアムールは無人だった。つまりその時間、羽村が久米をいたぶってたって検察の主張とは矛盾がある。おお、いいじゃねえか。でもそれ村瀬は証言してくれんのか。いえ、ダメでした。やっぱりか。だが村瀬のその証言は信憑性が高い。実は俺も面白いもん見つけてな。久米が羽村に拉致されてから3時間後のアムール前だ。つまり夜12時頃。画面の端っこだ。よーく見てろ。アムールに人が出入りしてたわけじゃないんで見過ごしてた。証言通り、村瀬は本当に久米を助けようとアムールに来てたらしい。そして無人の店内を見た。
またそろそろハムラの頭と話すか。もうそういうタイミングじゃない。わかった。これから接見できるようにする。手配できたら電話してくれ。八神さん、真冬と話したんですよね。ん？ああ、話したけど。真冬、嬉しそうでした。久しぶりに八神さんと会えたって。ああ、そう。でも寂しそうにも見えました。え？なんで？なんででしょう。それじゃ。いらっしゃいませ。こりゃうまい。ありがとうございました。あの、ええ。はい。あの、八神です。八神さん、頼みましたよ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。はい。新谷だ。これから羽村と接見できる。お前もすぐタクシーで神室署に向かってくれ。分かった、どうも。
で行かれますか。それでは出発いたします。俺の無罪は目処がついたかよ、ターボ。聞く相手が違いますよ。弁護人は俺じゃなくて新谷先生です。羽村さん、見てほしいものがあります。12月3日夜11時55分教令会の村瀬が久米を救出しにアムールに来ていました。防犯カメラに気づいた彼らはこの後裏口からアムールへ踏み込んだんです。それで村瀬はその時店内には誰もいなかったと。ああ、その時俺はサウナに行ってた頃だ。久米はどうしてたんです。裏口から叩き出したって言ったろ。じゃあその前は。はあ、10時過ぎ頭はわざわざみんなを店から出して久米と二人きりになったそうですね。証言は取れてます。なんでそんなこと。いや、あの久米って野郎なんか昔のダチ公に似ててよ、それで懐かしくなったんじゃねえか。俺も酔っててよく覚えてね。本当ですか。それにしたって人払いまでしますかね。だから覚えてねっつってんだろうが。でもその割に店を出た時間だのはよく覚えてた。何が言いてんだお前。頭にもしアリバイがあって久米をやってなかったとしても実際あんたは妙な立ち回りしてますだと。何か俺らに隠し事があるんじゃないですか。何もねえよ。例えば真犯人をかばってるとか。何もねえっつったぞ。てめえはいいから俺のアリバイ証明してこい。俺はあの晩ずっとサウナにいた。その証拠があればこんなとこおさらばなんだよ。アリバイが証明できない場合に備えて他の解決法も探っとく必要があります。けどあんたに隠し事されたらそれもできなくなる。抗争相手を監禁した挙句目をえぐって捨てた。その疑いが晴れない限り死刑だってなくはない。なのに随分余裕だな。ヤクザってのはそんなに肝が据わってるもんなのか。これがもし命乞いするにしてもその相手はお前じゃねえってことだ。じゃあ誰になら命乞いするんです。さあな。あんたが隠してる何か俺も興味が湧いてきましたよ。あ、おい、ヤガミ。よ、いろいろ動いてたみたいだな。羽村と接見してた。収穫はなかったけど。そうか。羽村は俺らにも何かを隠してる。思ってたより奥が深いのかもな、この事件。早い話が調査に行き詰まったってことか。まあね、もう少し材料が欲しい。例えばどんな。アムール出た後の羽村と被害者の足取り、その目撃証言、その辺はもう町中しらみつぶしに当たるしかないかな。ターボ、今金あるか。ん？いくら。とりあえず3万。俺の知り合いにカムロ署のデカがいる。そいつは金さえ渡しゃなかなか話せる男でな。つまり情報屋だよ。闇でサツの捜査情報なんかを横流ししてんだ。何か使える情報があるかもしれねえぞ。なるほど。
汚職警官か。綾部ってデカだ。よくテンダーに出入りしてる。テンダー？ああ、やつに会いたいときはみんなテンダーを覗きに行くんだよ。あそこのマスターに聞いてみな。